今日はしゃぶしゃぶの食べ放題を体験しに来ました。初体験です。さてどんな感じでしょうか。いろんなものがあります。ここには練り物、そしてこれつみれです。こっちにも団子、魚の団子、肉団子、いろいろありますね。ちょこっと取ってみます。こんな感じです。団子です。野菜不足なんで野菜も取ります。鍋だと野菜がたくさん食べられると思って調子に乗って取ってます。皿乗んねえな。まあ、いっか、もうちょっと取ろうかな。皿乗り気なのよ。デザート、あ、麺があります。ラーメン、やばいなこれ、食っちゃいそうですね。スイカもありますね。僕はとりあえず豆腐、卵、あ、うずらの卵がある。うずらの卵も入れます。僕のプロテイン。これよくわかんないんだけど、飲み物ジュースだって言ってるんだけど、いろいろあるんで適当に全部入れてみます。うまいのかまずいのか全くわかんないけど、飲めなくはないだろうな。お兄ちゃんありがとうね、いろいろ教えてくれて。入れて完成。とりあえずスープにキノコ類、野菜をぶっ込んでおきました。さて次はタレを取りに行かないといけないみたいです。これ自分で取るんですって。よくわかんねえよ、なに入れたらいいんだよ。辛いの苦手だからやっぱりごまだな。これごまだれ、ごまだれ、ごまだれ、ネギ、ネギ、ニンニクにごま、そしてもう一回ごまだれ。さてさっきのつみれとか練り物、とりあえずぶっ込みます。これも入れちゃいます。はいね、うん、入った入った。肉です。豚肉、牛肉、いろいろ持ってきてもらいました。これ豚肉、火が通ったらとりあえず捨てます。しゃぶでいいです。しゃぶしゃぶ、これタレ混ぜとくの忘れた。肉で混ぜて食ってます。まあまあ、アイスクリームは見るだけにしときます。